でも今回タイで撮影したんですけど、なんか夕焼けもすごい綺麗なタイミングで撮影ができたりとか、まあ、ジェットスキー初めて乗ったりとか、インタビューを今回はちょっと酔いどれインタビューっていう形で、まあ、今までになかったようなインタビュー形式で撮影したりとか、なんだろうな、元気いっぱいだと思います、はい、そうですね、はい、インタビューなんですけど、私普段お酒が好きなんで、だからお酒を飲みながらちょっと食事をしながら、本当なんかプライベート感満載なインタビューですね。いろんなこと話してます。まあでも4年上京してきて4年っていう区切りがあったんで、で今年10周年っていうのも含めて、なんか今までしてきた仕事のこととか、そうですね、この4年で変わったこととか、いろんなことを話しました。意外に私も見てすごいなんか喋ってるなと思ってこれはやっぱお酒飲んだからっていうのもあるんですか？それもあると思います。こんな感じの酔い方をするんですか？でもよく喋るって言われますね。あんまりなんか気持ち悪くなったりとかっていうのがないんですけど、なんかよく喋ってよく笑うとは言われます。デビュー10周年ですけど、じゃあ20周年迎える時もグラビアをやっていたいかなって思います。そうですね、できるかなうん、頑張ります、鍛えます、ちゃんと体をはい、ビールをまずはいきます。ビールいって日本酒、そう、日本酒とか日本酒とか、まあでも白ワインは全然2人で飲みに行ったら1本を普通に開けます。最近ラム酒を行きましたね。家でなんか寝る前に飲んだりとか。10年後グラビアやってない？いや大丈夫です。ちゃんと、はい、ちゃんと大丈夫です。皆さんこんにちは、杉本由美です。と今回 DVD が発売になりました。そうですね。今髪の毛短いんですけど。長い時の多分最後の DVD になるので、すごくレアだと思います。ぜひ見てください、よろしくお願いします。それでは杉本由美でした、バイバイ